2024年、5月の9日、まあ、国並さんの声でもうすぐ下が来るからと、その前に、倒れさせとかなあかんからっていうことで、まあ、16時台、まあ、5の上で、もう倒れ込んでいました。体が重たいというよりも、眠たいの方ですね。かといって眠れないという。で、買い物に先ほど、まあ、パン買ってないから買いに行こうと思って、買いに行って、あと歯磨き粉もなくなってきたので。で、買いに行く途中で、まあ、岡場駅までの、田尾寺駅との間ぐらいのところで、携帯電話に電話がかかってきて、郵便物がと。まあ、こういうふうな、状況でしたね。まあ、ホームページは淡井圭介の履歴に、その、スポーツに関わらせないでくださいって記載してるんですけども、結果的にも、関わってるから、とりあえずはその文章をまた時間帯に直そうとは思っています。